千葉ポートタワーは千葉県千葉市中央区の千葉ポートパーク内に立つランドマークタワーである。千葉港のシンボルともなっている。日本夜景遺産、恋人の聖地に認定。全日本タワー協議会に加盟している。空に溶け込むハーフミラー1983年9月に千葉県の人口が500万人を突破したことを記念して建設され。 千葉県民の日である1986年6月15日に開館した広報4。同じく県人口500万人突破を記念して整備された千葉ポートパークの一角にある。一辺の長さ15.12メートルのひし形の断面形状を持ち、展望フロアを除くタワー全面を合計5571枚の熱線反射ガラスで覆ったハーフミラーのタワーである。 広報4。建物は地上4階、東屋2階建てで高さ125.15メートル。最上階にはタワー全体の揺れを打ち消す総重量15トンのダイナミックダンパーが設置されている広報4。ダイナミックダンパーの採用、設置は千葉ポートタワーのものが日本で最初であった広報5。クリスマスイルミネーションではタワー壁面の全体が クリスマスツリー上にライトアップし、高さ100メートル幅30メートルのジャンボツリーは、世界最大の電飾ツリーとして、ギネスブック1989、日本の記録に認定された。2008年4月26日に改装して1階のポートショップなどを開設し、新装開業。2011年4月に恋人の聖地に認定され、展望フロアを改装した。2012年には、 日本野景遺産に認定され、認定記念として当館からの長望を収録した DVD を制作した。マスコットキャラクターは、タワー25周年を記念して誕生した、ポト君。正面に入り口脇には、千葉ポートタワー建設の石踏みが鎮座しており、千葉県の人口500万人突破を記念して、建設したとの言がは文と英文の両方で刻まれている。 クリスマスイルミネーション2017-1988年から2014年まで開催されていた国際千葉駅伝では、トータワーも経由地となっており、タワー前のロータリーが最初の折り返し地点となっていた。毎年8月第1土曜日に、トータワー周辺の千葉ポートパークを会場として、千葉市民花火大会が2010年までは開催されていた。 2011年は大会そのものが中止。2012年からは幕張ビーチ花火フェスタと大会名を変え、会場を幕張海浜公園に移転することになった広報7。2009年4月に包括外部監査で指定管理者の選定に外部有識者を入れることを求められ、それを受けて2011年1月に行われた指定管理者の公募で従来担当していた 社団法人千葉市観光協会が選定されなかったことから交代することになった。東京方面から、成田方面から、木更津方面から、東金方面から、広報資料など一時資料、編集。ありがとうございます。